2位通過の韓国代表優勝確率が2位から丸い転落。データ分析会社オクタの算出した数値を引用しつつラウンド16の試合リストの中で、最も緊迫した試合は韓国対サウジアラビアだ。韓国の準々決勝進出率は 52.7。サウジアラビアは 47.3 だったと厳しいトーナメント初戦になることを伝えた。またオクタが大会前に算出した優勝確率では韓国が 14.8 の2位だったが、グループステージを終えて墜落と現在韓国の優勝確率は11の5番目となっているという。同時に一方日本は 18.2 の優勝確率で依然として1位とその差を指摘していた。意外とサウジアラビアと確率的にはほとんど変わらんのか。まあマレーシア戦見てるときついよな、ガチで押し込んでたのに同点されたし。日本がイラクに負けたときは散々バカにしてたのに、ヨルダンに後半 AT でギリギリ追いついて、マレーシアに引き分けて、パタッと収まったね。せいぜいサウジ相手に頑張ってね。実際みんな日韓戦実現してほしいの？この間のワールドカップでも優勝したアルゼンチンはグループリーグでサウジアラビアに負けていたよね。日本はここで優勝できれば、伝統国へ仲間入りする契機となるかもしれない。ブラジルがダブル C で優勝した時も予選リーグでは引き分けとかもたもたしてたけど、決勝トーナメントに入ると調子を上げて決勝までたどり着くというパターンが多い感じ。つまり、日本が世界の強豪国になったか否かはこれからの決勝トーナメントでの戦い方次第だと思う。どっちも決勝まで残れるか？